私カバ株式会社の代表の谷郷と申します。ゲームの会社で新卒に入社しまして、その後アイスタイルっていうアットコスメを運営している会社で EC 事業などを経験した後に当社を2016年に創業しております。はい、当社のミッションですが、作ろう世界が愛するカルチャーをっていうものを掲げております。日本が得意とする二次元エンターテインメントを世界に向けて届けていこう、そういった挑戦をしている、そういった会社でございます。今会社の規模としては450名ほどになっておりまして、ホロライブプロダクションっていう VTuber のプロダクションを日本、英語圏、インドネシアっていう3つのエリアで、80名ほどのタレントを抱えながら展開している会社でございます。で、我々も VTuber、YouTube 上での活動だけではなくてですね、ライブイベントなどの興行であったりですね、あるいはマーチャンダイジング、ライセンスタイアップといった多様なビジネス展開を行っている点が特徴になっております。配信とかライブでお客さんをの熱量を高めた上で、マーチャンダイジングやライセンスなど IP を活用したビジネス展開を行っている点が特徴でございます。で、続いて今後の取り組みに関してですが、我々中長期の戦略はこの3つのステップで進めております。まず強い IP の開発とファンベースの確立っていうところを今まで YouTube をベースに行ってまいりました。今第2段階を進行中でして、この確立した IP を活用したですね、コマースだったりメディアミックスの展開っていうところを推進しております。また次のステップに向けたファンコミュニティの拡大に向けた開発だったり設備投資の拡充も進めている状況です。で、続いてステップ3ですが、来年以降ですね、メタバースの事業を展開する予定でございまして、アニメルックなメタバースで、世界ナンバーを目指すような形で事業を進めていきたいと考えております。さあ、5つご用意しました。お時間許す限り聞いていきたいと思います。早速1つ目の質問、こちらです。創業時から今まで業界はどう変化しているということで、これは谷郷さんにお聞きしましょう。2016年が設立ということですが、どうでしょうか、業界の変化。そうですね、当社まだ VTuber っていう名前がなかった頃から、この VTuber の事業に取り組んでいるわけですけれど、今 YouTube のチャンネル登録数も8100万人ぐらいになってきておりまして、ファンの方も海外比率が40% 以上になってきているという状況です。日本が強い二次元コンテンツ領域で、世界に受け入れていただいているのかなというふうに実感しているような状況でございます。谷郷さんご自身、海外でこれぐらいヒットするというか人気になるというのは想像してらしたんですか？そうですね、僕らはそういった意味では創業当初からやはり日本がこれから人口減っていく中で、世界の人に受け入れていただけるような、そういった事業を展開したいというふうに思っておりましたので、そういった意味では最初から世界のお客さんにターゲットを据えてサービスは展開していったというところはありますね。谷郷さんがそもそも創業したきっかけっていうのはどういったことだったんですか？そうですね、もともとこの会社自体は VR の、コンテンツを作る会社として、最初誕生した状況です。これは日本の強いコンテンツの領域で、VR だったりとかの技術を活用してですね、世界にコンテンツを届けていこうっていうのは、ただマーケットがまだまだその VR っていうのは成熟していなかったので、同じ技術を活用した形で VTuber っていう事業を立ち上げていったっていうところになりますね。ということで、VTuber をこう中心としてさまざまな事業を展開していると思うんですが、どうでしょうか、この IP ビジネスが持つ可能性、こちらいかがでしょうか？そうですね、やっぱりいわゆる VTuber っていうのは YouTuber さんとかと違って、キャラクター IP であるっていうところは非常に、売りの一つなのかなというふうに思っております。例えばそのコミック化だったりとか、あるいは何でしょう、コラボグッズが展開することができたりとかですね、あるいはキャラクターで、音楽などの展開も実施することができたりとか、音楽配信サービス上で、皆さん知っていただくという機会とかも最近増えてきているのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。どうでしょう、今ここが熱いみたいな領域って何かあったりします？
そうですね、やっぱり事業としてはライセンスの領域とかプロモーションの領域っていうのが重要になってきているのかなっていうふうに思っていますね。大手のクライアントさんとコラボレーションだったりをさせていただいたりとか、あるいはプロモーションのお手伝いをさせていただくということによってですね、いわゆる例えば K-POP のタレントさんのような、うん、まあ、そういう存在にしていけるとすごく会社としては嬉しいなというふうに思っています。なるほど。カバーだからこそできる IP ビジネスっていうのは何か特徴ありますか？そうですね、まあ、やっぱりキャラクター IP と、まあ、タレントの IP を掛け合わせることができる、いわゆるキャラクター IP を持ってらっしゃる会社さんとかだと、うん、まあ、テレビアニメーションシリーズだったりキャラクターグッズの展開だったり、うん、我々やはりタレントでもあるっていうところが特徴なので、じゃあそのテレビアニメーションシリーズで実際歌を歌ってみるだったりとか、あるいはライブ会場でその歌を披露していくっていうような、まあ、生きている IP であるっていうところがやはり面白い点なのかなっていうふうに思っています。なるほど。ファンの求めるものに合わせてこちら側が変化するみたいなこともあり得るんですか？そうですね、うん、まあ、何でしょう、我々やはり K-POP のようなところが、はい、あってですね、はい、ファンの方をどんどん巻き込みながら、よりその何て言うんでしょう、たくさんのファンを増やしていったりとかしているところはありますね、うん、具体的には例えば切り抜き動画だったりファンアートみたいな形で、その日本語の配信も英語だったりで字幕をつけていただいて、海外のお客さんにそのファンの人が広げていただくっていうようなこと、これ結構 K-POP でもいわゆるファンダムっていうところが非常に重要なのかなっていうふうに思うんですけれど、我々会社だけでなくてファンと一緒に結構成長しているっていうところが大きい点かなっていうふうに思います。宮山さん、まあ、VTuber の事業だったりそのメタバースの事業ってまだまだ正解が分からない中で、うん、取り組んでいるような事業なのかなっていうふうに思っています。まだまだ当社自身も未完成だからこそ、こう新卒であっても自らその大きなムーブメントを作れるような可能性はあるのかなっていうふうに思っていますし、まあ、これから本格的に海外進出しているような会社っていうのは、まあ、そんなにスタートアップの中でもないのかなと思います。まあ、我々社員10% ぐらいはおそらく海外国籍の社員なのかなっていうふうに思いますし、はい、社内でもかなりグローバルな環境にはなっていますっていうところですね、うん、何やってそうみたいなのある？コンビニとかやってサブクエストじゃないってなるね。え、あれ、あ、なんかいる。いました。Hello. Hello. Hello. What are you looking for? What? 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 Yeah. 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 Good. 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 はい、カバー USA の松と申します。よろしくお願いいたします。ベルブルさん、お願いします。お願いします。カバー USA を作った理由を教えてください。はい。タレントの皆さんいろいろ頑張っていただきたいたり、スタッフの皆さんもそうだし、うん、まあ、ファンの皆さんもいろいろ切り抜き作るとか、まあ、いろんな推し活していただく、まあ、ホロライブ、そしてホロライブプロダクションのファンダムもかなり大きくなったので、そこも含めてもっとアメリカに進出したいという感じでカバー USA 作らせていただきました。なるほど、ね、今までは日本で時差対応しながら、うんうん、夜でコールしながらいろいろメールでやっていたんですけど、やっぱり現地のビジネスといろいろ知るためにはやっぱり現地というのがいいなという感じで、うんうん、はい、現地にオフィスを作っていただきましたということです。なるほど、はい、オフィスってどんなの、どこにあるの？まあ、今は小さいオフィスなので、うん、あんまり人数も多く ないんです、うん、どん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 営業とかライセンシングとか増やしたいと思いますので、今はまあ3人4人ぐらいの少人数でやっています。現地で雇った人ですか、それとももともとカバーいた人ですか？はい、現地で雇っている方もいるし、私のように日本から来た人もいる状況です。もっと現地の方増えたいと思いますね。はい、ありがとうございます。どんな活動をしているのか。はい、まあ、カバー USA 作られてから今あんまり経っていないので、うん、アメリカの方でもやっぱり日本のように、うん、いろんなコラボとかいろんな案件とかいろんな、まあ、ビジネスができたらいいなということで頑張っています。こういうふうに用意してる、用意してきました。はい、ツイスターラーメンとコラボさせていただいて、はい、まあ、ラーメンのメニューと、うん、コラボ商品とかこういう機会をもっと増やしたいなと思います。なるほど。
エルメスとか。いいですね。いいですね。高そうだな。はい。まあそういう、まあいろんなアメリカでも有名な、はい、いろんなブランドといろいろやらせていただきたいなというふうに頑張りたいと思います。ちょっと思ったんだけど、はい、あのうちのまあ谷号さん、あの屋号って名称があるじゃん。そうだね。でマックスもなんかね、ちょっと呼び名。呼び名やっぱりこの。お任せします。インフィニティとかに。インフィニティ。それは西郷隆盛とかにする。じゃあなんでなんか日本っぽいさ、なんか名前の方がいいのかな。日本っぽい名前。じゃあ西郷マックス。西郷マックス。日本人ちょっと嫌そうだけど大丈夫かな。いやいや、ありがとうございます。英語で何かお伝えできたら嬉しいので、カメラ目線でちょっとメッセージいただけたら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。頑張れ西郷。 As we always say in our company, our vision is to create a culture that's loved by all. And it's not something that only the company can do. If you want to create a culture, we really, really believe that it's not only the company, it's not only the talents, but also fans are a very important part ofcreating the so-called culture. All the fans who are watching the talents streams, all the comments, all the chats, it all goes down together into the creating culture. In that sense, I really thank every fans of Whole Life Production, and really, I really appreciate all the fans, as well as want to do our best in order to representing the Whole Life Production as well as Cover Corporation in US as well. Thank you very much.西郷マックス。あ、西郷マックス、センキュー。センキュー。ありがとうございます。